はいみなさん、えー、こんにちは。今回ピンクのシャツ来ました。えー、ピンクのシャツをですね、買いに行こう行こうと思ってなかなか行けなくて、えー、今現在ですね、えー、何日だ ?3 月5日のね、今はね、お昼ぐらい、単、え、位、ー、の時間でお昼ぐらいにこの動画撮ってるんですけど、ちょっとこの動画撮って編集してからですね、本日こそね、ピンクのシャツ買いに行こうかなというふうに思っておりますけども、えー、今回はね、ピンクのシャツ来ました。 というのもですね、本日1本目の動画がね、あの例のニューヨークのトンズラ夫妻のさ、もうなんかろくでもない話をね、しちゃったんで、もうね、気持ち悪かったんですよね。もうなんか何、ね、KK 息子がですね、仕事がちょこっと増えただとかね、それによってね、大出世をしているみたいなね、えー、ローエンスティンサンドラーの中でね、期待の星だみたいなことが言われてるだとかね。 なんじゃこらみたいなね、そういった話をさせてもらって、ちょっと胸くそ悪かったもんですから、えー、ちょっとね、清涼飲料水というかですね、まあそういったようなね、えー、話をしなきゃいけないなと思っておりました。というふうに思っていたんですけども、このピンクのシャツ、えー、やっぱりね、年宮様の話なんですね。えー、あ、こういった話があるんだなといったようなことで、えー、宮様の件に関してね、お話ししたいなというふうに思います。 最後までご覧になってください。はい、えー、本日ですね、火曜日ということで、えー、前の動画でもお話しさせてもらいました通り、えー、女性週刊誌がね、いろいろ出ております。その中でね、えー、女性自身だとか、週刊女性が出ているんですけども、 えやっぱりね、両方ともその年宮様、愛子様に関してですね、いろんな記事を上げております。で、特に私はね、この話はね、しときたいなぁと思ってね、ちょっとピックアップさせてもらいました。でね、まだご覧になってない方もね、かなりおられると思いますので、えー、ちょっとね、えー、なるべく細かく,細かくお話をしていきたいなと思いますけども、まず一つ目はですね、これはどっちだっけなこれは週刊女性だったですね。 に、えー、出されていたような記事の内容で、まあ、年宮愛子様ですね、いよいよ、えー、まずね、最初に書いてある通り、今月末にね、多分一泊二日ぐらいで伊勢神宮にご参拝されるであろうと、今現在調整中といったようなことがね、えー、先週ぐらいでも、えー、具体的に報道されておりましたよね。 なので本日、まあ本日はね、まだ5日というようなことで、まああと3週間ぐらい後じゃないかなというふうに思いますけども、ほんと楽しみですよね。といった感じですけども、まあそういったような今月末においてはね、非常に楽しみな事柄があります。皆さん楽しみにして待ちましょう。ということで、私もバンコクにいながら楽しみで仕方ないなという感じですね。えー、このね、 まあ、あの、今月末なので、今言ったように、あとから3週間後ぐらいだと思いますけども、そういったような報道があったら、すぐにあげちゃうよ。動画、みたいなね、感じなんですけども。まあ、そういった中でね、え当然大学のご卒業と日籍へのね、ご就職報告されるんでしょう。といったようなことがあるんですけども、それとともに、やっぱりね、年宮愛子様、これからのご公務がね、どんどん増えていくでしょう。ということで、当然その、えまあ、日籍ということで、 国内のみならず、まあやっぱりね、海外へのご公務の機会があるのではないか。じゃあそれがね、もし行われるとしたらどこかなといったようなことが今回に記事に上がっていたんですね。で、これに関しては、ちょっとぐらい前のね、話では、例えば先日そのケニア大統領がね、お越しになって、ぜひケニアにも来てくださいといったようなお言葉を大統領からね、 えー、まあ、いただいたような愛子様な、えー、わけだったですから、えー、そういったようなことを受けてね、もしかしたら愛子様、えー、最初のね、ご訪問先はケニアかな、みたいなことも言われておりましたけども、今回はね、実はちょっと違って、まあ、この方皆さんもご存知だと思いますけども、まあ、放送作家のね、えー、つげのりこさん。 えー、まあこの方ね、結構ね、皇室関係では有名ですので、えー、つげさんがね、結構言われてたんですね。で、それとともにですね、ちょっと真ん中辺に書いてある通り、まあ天皇陛下におきましても、先日のあの、お誕生日のね、会見においても、まあ事前にね、行われた会見で、ね、この通り、書いてある通りなんですが、外国に行き、そこの方々とお話をし、社会や文化に接することで、さらに大きく成長していってもらいたい。 えー、陛下におきましても、まあ、愛子様にねえ、ぜひ海外にお越しになってほしいということを、そこで成長してほしいといったことをね、まあ、あの、どちらかというと、お父様のね、立場で言われていたわけですよね。これも非常に嬉しい話だけどね。で、でそういった中で、次げさんが言われているのは、その下に書いてある通り。まあ、例えばですけども、えー、まあ、サーヤさんね、 えーの例で言うとですね、やっぱり初めての訪問先はブラジルだったということなんですね。で、合わせて、例えば近城陛下、そしてですね、まあ、エイヌミア殿下もですね、初の海外の公務先はブラジルだった。えに、えー、今回もね、まあ、あの、日本とは非常に交流の深いブラジル、まあ、地球の裏側で、まあ、移動するだけでも大変ですけどね。 えー、まあ,あの去年なんかもペルー行ってる人もいましたからねまあそういった観点でもブラジルではないかといったようなことが言われていて、えー、2025年にはね、えー、その外交関係樹立日本とブラジルの間で100周130周年記念といったような節目であることをでその2025年ぐらいに、えー、初めての海外のご公務あるのではないかといったようなことをまあ柘さんが言われているだけなんですけどね、まあ、そんなことですね。 うーん、まあね。あのー、私がね、おまあ、このことに関してはやっぱりね、なるべく早い時期にぜひね、海外のご公務でも、まあ、海外のね、その王室等のご訪問でもいいんですけども、ぜひね、お越しになっていただきたいんですけども、まあやっぱりね、どこに行かれたとしても、愛そ様問題ないですよ。先日の本当にね、先ほど、えー、ちょっと言わさせてもらったケニア大統領とのね、ご夫妻とのあの、えー、ご参加、あのね、お振る舞い見ただけでね、あ もうね、どこに行かれたとしても、地球の地上のですね、どこに行ったとしてもですね、もう全然問題ないですね。といってのことは瞬時に思いました。皆さんはもうそういったようなことを思われている方多いと思いますよね。あれだけですね、初めての昼食会に出てね、あれだけ堂々としてね、えー、しかも英語でね、お話しできるというのはね、なかなかね、えー、普通に英語をね、学ばれているような方であったとしてもなかなかね、できないですよ。というのは初めてだったわけですからね。 で、それこそあの天皇皇后両陛下のように、もう何回もね、ご経験されてる方にとっては、それはもう問題なくできるんですけども、初めて参加されて、なおかつ日本語じゃない。そしてですね、えなおかつね、当然外国人の要人ということで、絶対緊張するはずなんですよね。その中であのお振る舞いだったっていうことでしょ。もう絶対あれ見た時にね、どこに行かれようが愛子様なら問題ありませんよ。だからこそ早め、早くね、 えー、そういったような海外のご訪問の機会があればいいなぁ、みたいなね。私もすぐ動画撮っちゃうよ、みたいなね。そんな感じなわけです。はい。で、まずそういったようなことでね。でね、ちょっと次のページなんですけども。まあ、今回ね、えー、ピンクのシャツ着てるんで、この話あえて言わなくてもいいんだけど、まあ、このブラジルご訪問ということで、これ週刊女性の記事なんですけど、まあ、例えばね、えー、上皇ご夫妻のブラジル訪問だとかね。 もしくはね、ええー、その、あれですよ、トンズラエムコさんのね、まあ、ブラジルというとね、直近で言うとトンズラエムコさん言ってますよね。まあ、そういったような話もいろいろ出てるんですよ。でも、あえてね言、言う気がないんで、言いません。あの、あくまで愛子様主体の、えー、あの私の今回の動画なのでね、まあ、別にいいです。あの、もしね、ご興味のある方は、えー、週刊女性、えーご、ご購入いただければな、というようなね、気がいたします。でね、一つだけちょっとね、 ちょっと見ててね、笑っちゃったんですよ、はっきり言って。というのはですね、A ヌミア殿下もやはりね、先ほど言いました通り、初めてのご公務、海外ご公務、ブラジルだったんですね。そしてですね、あと、1988年、そしてですね、近いところでは2015年にやっぱりブラジル訪れているんですけども、例えば、えっ、ー、とですね、えー、あ、ごめんなさい。 これちょっと字が間違えてるんですけど、1988年はですね、これ日本維持、これ移民です。なんか移民ってね、医者の意味が書いてありますけど、これ移民。え日本の移民の、えー、してからの80周年記念の式典ということで、エミア殿下がその式典にご出席されるべくえ、ブラジルをご訪問されたんですね。で、その時に当然、あの、現地のね、その当時の大統領と、えぇ、ー、いろいろご懇談、ご懇談等をされたんですけども、 まあ、口数が少なくてといったような表現に、この記事はなってるんですけども、まあ、単純な話としてね、えー、まあ、いつものごとくお地蔵さんだったってことだと思うんですけども、まあ、そういったようなことでね、えー、先方の大統領が困ってしまったんですけども、なんとかね、エーヌみ殿下が、まあ、先方がね、えー、このナマズがお好きだということを知っていたんでしょうね。で、ナマズ中心の話が出た途端にですね、なんか話がね、進んだ、みたいなね。 はあ、みたいなね。まあ、そんなようなことだったわけです。結局、ナマズかよ、みたいなね、ことだっただとか、そしてさっき言ったように2015年にね、えー、その、再訪問された時もですね、その時にはなんとですね、鶏の話題だったんですって。やっぱり何鶏と、えー、ナマズの話それがなければ話ないんですかみたいなね。 ちょっとこれ、この記事見たときちょっと笑っちゃったんですけどね。まあいいです。まあそういったような記事も上がっておりました。今回ピンクなのでこれ以上言いません。ということですね。まあそういったような記事も上がっていたといったようなことですね。まああの、そういったようなね、えー、まあ先ほども言いましたように、今現在の近所陛下のね、一番最初の海外語行もブラジルだったということで、そういったような思いをね、受けて愛子さまが受け継がれる。 のかもしれません。というような記事が上がっていたわけです。なるほどね。ブラジルね。うん。<laughs> っていうことですけれども。あるとすれば、さっき言いましたように110、130周年記念。まあ、2025年。まあ、だから来年ですね。ということになるかもしれないということですね。まあ、皆さん楽しみにして待ちましょう。ということですね。まずこれが一つ。で、あとね、えー、もう一つちょっとね、お伝えしたいかなというのが次のページ。 はい、次のこのページに関してはね、今度はね、えーまあ、この女性自身の記事なんですけどね、やっぱりね、あの、愛子様の記事を上げ取りました。やっぱり最近ね、愛子様の人気すごいから、必ず記事の内容として上がってくるんですよね。で、これに関しては、 いよいよ4月からの日本赤十字社ご就職前の何々極秘特訓をされているみたいなね。そういったような記事が上がってる。まあどちらかというとね、ほっこりするような話題ですので、私も取り上げたような次第です。でですね、まあこういったような事前準備っていうことになると、何と言ってもね、今現在の天皇皇后両陛下、まあ、ちょっとここに書いてありますけれども、 まあ、全てにおいて準備万端、例えばご公務にお越しになる、あるいはですね、どこかの、それこそ海外の要人等にお会いになるということになると、天皇皇后両陛下、お二方ですね、もう、 入念にその情報、相手方の情報をお調べになって、そのご公務に臨まれる。これって皆さんよくご存知の通りなんですよね。そしてその代表的なものっていうかね、もう顕著なものは園遊会ですよね。園遊会においては、特に皇后雅子様においては、これも前から言われておりますけども、例えばね、1000人ぐらいの名簿がバーンとに事前に渡されるわけですよ。でそういったような名簿のね、当然お名前と、 えそのね、えー、ご招待される、えー、各ね、えー、そのメンバーの招待客のですね、えー、その業績、それをね、もうつぶさにね、暗記されて、そして園遊会に臨まれてお話をされている、えー、皇后雅子様まあ。天皇陛下もね、当然調べられてるんですけども、そういったような、まあ、事前の準備、これがね、極めて素晴らしい天皇皇后両陛下。で、そういったようなね、お心というか、 えー、当然ですね、愛子様に受け継がれているわけですよ。で、その受け継がれていたような、えー、ことがありましたよね。さっきも言った例のケニア大統領とのご参会だったわけですね。あの時にちゃんとですね、ご挨拶でスワヒリ語をご用意されておりましたよね。こういったようなこともね、ちゃんと事前にね、ご準備されているんですよ。ということですね。 素晴らしいといととったね、ことです。それだけじゃなくてね、えー、そういったような昼食会の諸佐賀とかねマナについても当然、えー、両陛下からアドバイスをもらって望まれているゆえにあの堂々としたお振る舞いがあったというようなことなわけですねまあこういったような天皇ご一家に関しては全てにおいてね失礼があっ,たあってはならないということで事前準備に関しては怠っていないそして今回の えー、日のののご就職の愛子様の話とということです、まあ、当然ね、えー、まあ最初はね、一般の事務員等になられるというふなことでしょうから、まあ当然ね、その名刺の交換だとかね、ビジネス文書の作成、そしてね、敬語の使い方、まあ敬語の使い方なんかは問題ないと思いますけどね、そしてやっぱり一番ね、こ、えー、こら辺がやっぱりね、どうでしょうね、皇族の方々としては、うん、なかなかね、 えー、その身近な点としてないでしょうから、電話の応対ね。これは特にビジネスマナーの一つ,と一つとして、まあ皆さんもどうでしょうか。あの一番最初に社会人になられた時にですね、一番最初にやっぱり、あの、研修というようなことで、あの、電話の応対ってね、学びましたよね。私もね、もう40数年前になりますけども、まあ大学を出てね、最初に、えー、就職したような先ではやっぱり研修がね、あって、 やっぱりこの電話の応対といったようなことはね、ビジネスマナーなので学びましたよね。やっぱりそういったようなことが非常に大事だと。で、なんとですね、御所のね、事務スペースに固定電話があるんですって。でね、今現在、いや、さすが愛護さんはですね、そのね、経営委の職員の方々と一緒に、その固定電話を使って、今現在すでになんか応対の訓練されているようですよ。特訓をされているようです。もう問題ないよねっていう感じですね。 はい、えー。そういったようなことがあるようです。で、えー、今回ね、この記事の中でちょっとこの黒板に書いてないんですけども、私もね、この話久しぶりに聞きましたよ。何年ぶりかなそれこそ15年、20年ぶりぐらいだと思うんですけども、あのー、皆様もね、まあ今現在もうすでにね、えー、まあ、皇居されておりますけども、あの、高畑宮家のね、乗り人親王、乗り人様がですね、 えー、1981年から、えー、この公居されるまで、ね、お亡くなりになるまでの間、食、え、卓、ー、の、やっぱりね、食卓の職員として、国際交流基金の総務課にお勤めになりましたと、いったようなことがありましたと。で、その時にね、いやちょっとこれも私も久しぶりに聞いた話でね、あの、なんか懐かしいなともと、ともにですね、あ、こんなことそういえばあったなというかね、これ鈴木宗男さんの話なんですけどね、いや、今言いましたように、 あの、えー、のりひとしがですね、えー、その総務課にお勤めになってたんですね。で、さっき言ったようなこの電話の応対で電話を取られたといったようなことで、その相手がなんとですね、鈴木宗男さんだったっていう話なんですね。で、鈴木宗男さんが出てね、で、えー、当然ですね、ノりヒトしんは、え、どなたなのですかということで、なんか大義士の鈴木だーみたいな横柄な言い方をしたらしいんだよね。で、それに対してね、 えー、ノリヒトの殿下がですね、えー、どちらの鈴木様ですかというようなことをね、まあ普通に聞いたらしいんですね。そうですよね。そう言いう聞きますよね。なんですけどそれに関してね、えー、そのね、えー、鈴木宗男さんがね、なんだお前だとかね、俺のこと知らねえのかみたいなね、欧米な口調で言っちゃったらしいんですよ。で、それを受けた当然ね、えー、高窓宮様もね、えー、やっぱり怒っちゃってですね、えー、 それこそね、私は高円宮のり人だみたいなことでね、のり人親王ですみたいなことをで電話を切っちゃったらしいんですね。いやそれをさ、聞いた時のね、その鈴木宗男さん、もう、こうやってね、 血が引いたでしょうね。血の気が引いたでしょうね。っていうようなことなんですけど、案の定ね。それからね、例えば外務次官だとか、その国際基金のね、国際交流基金の理,理事長を通してですね、平謝りしたみたいなことが、まあ今回のね、この記事に書かれております。まあそれだけその電話の応対というかね、社会人のマナーとして、 必要だななととったたたたつの事例としてて、ね、んんかたまたま出てたんですよこの話、ちょっとね、記事に出ててですね、ああ、久しぶりだなと思って私も笑っちゃいましたけどね。まあそういったようなね、これは一つの事例としてお話をさせてもらったんですけども、まあそういったようなことも、まあ皇族の方々とね、だとね、あったといったような話です。はい。で、ちょっと黒板に戻りますけども、まあそういったような中でね、 え、天皇陛下も、えー、その誕生日のね、事前に行われた会見の中で、私たちで相談に乗れることはできる限りしていきたいと思います。ということで、やっぱりね、仲がおよろしいですね、ご一家だというようなことが、まあ、わかるような天皇陛下のお言葉もありましたと。で、愛子様が新社会人としての一歩を踏み出される日も、すぐそこというようなね、話だったわけです。まあ、あの、天皇ご一家のこういったね、 えー、天皇皇后両陛下から、ねえー、引き継がれている愛子さまの,この事,事前準備の良さだとかねそういったようなこととやっぱりご一家の中のよろし,よよろしさそしてですね 愛子様でしょもうはっきり言ってね4月の1日ご就職される時にはね十分な準備をされておられると思いますよだからこそあのケニア大統領とのご参会のあの立派なお振る舞いがあっただとか2年前のね成年皇族としての初めての記者会見あれだけの素晴らしいご会見があったっていうことですからね今回も間違いないですよといったような話だったわけですちょっと変えます はい。ということで、えー、今回ね、ピンクのシャツを着させてもらいまして、愛子様に関する話題ね、えー、初めての海外公務は、えー、ブラジルじゃないのかなといったような話、そしてね、ご就職を前にした事前準備の愛子様といったね、まあちょっとね、嬉しいような話題とほっこりするような話題の話をさせてもらいました。何せね、本日1本目の動画はね、えー、冒頭お話ししましたように、あの、 えー、KK トンズラ夫妻の話でしたのでね。もうええ加減にしろみたいな話だったのでね。まあこういったような、ちょっとね、楽しくなれるような話題を皆さんと共有した次第です。ね、えー、本当にね、えー、さっきも言いました通りね、年宮愛子様、どの国に行ったとしても問題ないよ。ということだ、だと思いますよ。故にですね、あのー、別にね、えー、 年間、年間でですね、そんな何回も何十回も行ってくださいって言ったようなことじゃなくて、やっぱり機会があればね、ぜひね、そういったような機会を活かしてもらって、えー、ね、どんどん積極的に海外にお出ましになってもらえればよろしいんじゃないかな。まあ、それによってね、国民もね、嬉しいですしね、といったようなことだと思います。はい、といったことで、愛子様の話題でした。ありがとうございました。バイバイ。